あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。ではまず質問を読ませていただきましょう。先生、いつも楽しく動画を見させていただいてます。私が質問したいのはボディメイクについてです。痩せ型、ちょいポチャ、マッチョといろいろありますが、どの体型を目指すのが一番良いでしょう。ネットでは情報がありすぎて分かりません。先生教えてください。はい、質問ありがとうございます。これボディメイク、結論から言いますと、これについては正解というのはないでしょう。よく日本では BMI 値が22というのが良いとされています。あとは 20.75 ですかね。人が一番美しく見える BMI 値というのを聞いたことがありますが、それはその人たちが推奨している数値であって、理想の体型というのは最終的にはそれぞれ何を目指しているかになると思います。僕もね、配信とか Twitter とかで筋トレをしろしろ言っていますが、それもね、ほどほどがいいと思います。有名ボディビルダーさんの体を見ると僕はかっこいいと思いますが、一般の女性はそこまで筋肉がついているのは好きではないという人もいますし、実際にあそこまで鍛えると体に負担がかかりますし、食事とかサプリも無理して取っているケースも少なくありませんから、健康的にどうなのと尋ねられたら僕もうーんと答えるしかありませんからね。実際にアメリカで有名なボディビルダーロニー・コールマンさんとかは現在車椅子生活になっておりますし、有名なマッスル北村さん、また先日お亡くなりになりました元新日本プロレスの北村克也さんなども、やっぱりお薬系が原因じゃないかとか、成長ホルモンとか、結局筋肉をつけるために無理をしすぎたため早死にしたのではないかと言われていますからね。前述しました BMI 値22というのも日本は健康体で推奨していますが、おそらく BMI 値22というのは現在ほとんどの女性が見たら太いって言うと思います。令和の現在、女の子はみんなものすごく細い体を求めています。見た目の綺麗さとかね、まあモデル体型、そこら辺になりたいっていう方が多いんですが、僕からしたら痩せすぎと思いますし、健康的にもそちらもそんなに良くないと思います。そして超デブ型は男性女性両方とも健康的にも最悪でしょう。でも一部のマニアの男性はそういったものすごく太い女性が好きな人もいます。アメリカではそういった専用の SNS も確かありました。ファットコミュニティと言ったと思うんですけども、ものすごく太っている女性に男性が投げ銭みたいな感じでピザを注文できて、そのピザを女性がカメラの前で食べるというシステムだったと思いますけども、そういった女の人を太らせたいと思う男性が一部いるんですが、それも健康的には絶対にダメです。旗から見るとね、ちょっと虐待と思われても仕方ないかもしれませんね。でも僕の以前の女性相談者さんで本当にいた人なんですが、彼氏の気持ちに応えたいから何としても太る、そう言って聞かない女性がいました。別に健康体を求めていないし、他の人からどう思われようとも構わない。ただですね、その彼氏さんが太っている女の子が好みだから、その彼氏のために一生を捧げると言って必死にご飯を食べていました。そういったのは本人の自由ですからね。ですから痩せ型、普通、マッチョ、ぽっちゃり、いろいろな体型がありますが、最終的には自分が何を求めているかになります。僕個人の意見を言わせていただきますと、男性は細マッチョが一番かっこいいと思いますね。で、女性はやはり BMI 値が 20.75 から22くらいがおすすめです。めちゃくちゃ痩せたりめちゃくちゃ太っても、結局それが原因でめちゃくちゃマッチョになったり、超デブになったり、ガリガリになったり、そういうのもね、個人の自由ですから僕から意見はできませんが、結局それが原因で死んでしまったら元も子もありませんから、どういった体型を目指してもいいですが、何事もほどほどがベストだと思います。はい、ということで本日はどのような体型になるのが正解かについて話させていただきました。本日もありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。